今日のちょっと議題は、はい、ヨシロックチャンネルについて、はい、ちょっと私から言いたいことが、前にも言ってるように、うん、ヨシロックチャンネルはちょっとマニアックすぎる。やっぱり、まあ音楽、まあ、ギターとかバンドとかにあんまり疎い人からすると、まあ、ヨシロックチャンネルはちょっとあまりにもプロ化しすぎて伸び率が悪いんじゃないか、ないかなと、まあ、客観的意見で言うと、まあ、そうですね、まあ、でもうちのマーケティングのトップとしてはやっぱり生き切るチャンネルで、やっぱりチャンネルっていうよりもヨシロックがやっぱりジャカルタナンバーかつタイランドでもやってきたこの実績で、こうもうみんな知ってるぜみたいな。でもヨシロックチャンネルはヨシロックのなんか音楽の人たちはなんかよくセリフが出てるけど、なんかまあこっちとしてはまあそれでも前そういう風な、うん、僕からのリクエストがあった中では、そうですね、前その分かりやすいちょっと降りて、うん、っていうことでは、うん、もうあれからすごいオファーが、うん、まあそうですね、ライブで聴いてみたいとか、そうですね、おかげさまでそれはあります。だからまあせっかくそれで一歩進んだにもかかわらず、うん、またそこでまたマニアック路線にまたちょっと戻りつつある最近の、まあ、ヨシロックチャンネル、はい、またなんかホビーのように、うん、なんか趣味化していってそれは言えた、やっぱりこう、ね、ファン意識っていうのがちょっと薄れているので、一ファンとの視点を僕としても、うん、一応チームとしての、まあ、リーダーしてとしての、はい、かも、はい、まあ、ちょっとやりすぎんじゃないかと。マニアック路線にね、もう路線が、なるほどなるほど、せっかく路線を下ろして、うん、みんなに分かる曲を聴いて反応があったにもかかわらず、うん、また戻って、はい、まあ、確かに最近ちょっとマニアック、そうやな、まあ、でも比率でちょっとマニアック率上がってますね、なってますよね、うん、だから、まあ上がれば上がったで、そっちの人はまあそれは楽しいのかもしれないけど、やっぱりそれはプロとしてやるのであればバランスよく、売れなくなったら終わりなわけですよ、世の中。やっぱり遊ぶのは生き切って、もうみんなが、あ、よしよしってなってなってからやれば、それはすぐ全然構わない、はい、そういうのをちょっと私からリクエストしたいなと、はい、リクエストは何したいですか。あ、もうちょっと、じゃあもっと分かりやすい曲をやるっていうことですか。いや、だからダメなんですよ。どういうことですか。やっぱりファンっていうのは、うん、まあ自分はこう距離が近いんで、ね、うん、まあ、ヨシさんの性格も分かれば、うん、女の子のタイプ、ちょっと、うん、お尻が可愛いとか、お胸が大きい方がいいか小さい方がいいか知ってますけれども、でも一般のファンはやっぱり知らないわけで、まあそうですね、まあ自分からのイメージはやっぱり僕が若い頃、まあアーティストさん、まあ芸能人さんのテレビだけだと距離感があるスクリーンの中で、その中の人たちで構成されてるんだから、やっぱり性格とかちょっとわからない、まあ、ヨシロックチャンネルもちょっとマニアックすぎるし、ちょっとなんかもうチャン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 ちょっとそれじゃわからない。だけどそこで僕が若い頃聞いてたような深夜のラジオ、オールナイトニッポンみたいな感じでね、はい、ああいう感じでこう目を閉じて電気を消し、うん、寝る前とかにこんばんは福山雅治ですみたいな、こんばんは、ヨシロックです、今日はね、ちょっと僕のね、思ったことを話したいかなんていうような、ちょっとそういうやつから攻めたらどうなのかなと。喋るってこと？喋、うん、
喋る。やっぱりそれをやっぱりあのオールナイトニッポン的な、うん、やっぱり夜そういうちょっとこうテレビじゃ言えない、うん、ちょっと一言とか、うん、そういうので、あ、吉六さんはこういうやっぱり生活をしてるんだな、うん、こういうお友達がいるのかなみたいな、そういうのでこうファンとの、うん、距離感を縮めてもらいたいと。なるほど。まあ確かにでもギター弾いてるだけですもんね今ね、うん、それだともう完全に僕のギター上手いでしょみたいな、うん、それまたそんな上手くないからねあれはそれはね、まあ、だからまたそういうマニアックな世界でね、うん、まあ料理人がね、うん、じゃあテレビ出てる人とじゃあ美味しい地元の料理のシェフさんと、うん、どっちがすごいのかそれは比べるものではない、うん、とは思ってね、うん、でもメディアに出るということは、うん、やっぱりファンは、うん、やっぱりその画面を通じた人たちなので、うん、それが、まあ、道具で言ったら今の時代は、まあ、YouTube、うん、まあ、テレビ、まあ、ラジオ、うん、いろいろあるけど、そこでやっぱりこう距離を縮めていくためには、うん、やっぱり吉六の生の声、うん、テレビで見る声と聞く声とラジオの声がちょっと違うみたいなで、そういうファンシーンの楽しみとか、うん、吉六君の性格、まあまあでもアーティストも、まあ、最近はちょっとやってますけどね、うん、どういうアーティスト好きかとか、うん、この間も Facebook とかで上げてましたけどね、うん、まあ、そういうようなもので、うん、あ、この人の路線があると、この間もたまたまお客さん来てましたよね、はい、あ、吉さんってそういう音楽も聴くんだねみたいな、そういう話もちょっとしてたわけで、うん、やっぱりその近い距離感を持ってチャンネル自体をもうちょっと、うん、その一つのチャンネルとしての魅力を上げた方がいいんじゃないかと、うん、なるほど。そういうのにやっぱり気づいていくことが大事なんですよ。ギターばっかり弾いてもチャンネルは上がらないんですよ。まあでもちょっとなんだろうな、しゃべりものですもんね。対談とかでもいいわけですよね。いやもう対談でも全然もういいと思いますよ。それこそ音だけでも、うん、まあ知り合いの音楽つながりの人とか呼んできて、まあ、ジャカルタですからね、日本じゃないから、なんかその海外と音楽と、うん、もちろんそのビール園とか伊勢屋のあれも絡めて試食もしながらみたいな、そんなのあるんですか。まあうちのやっぱり飲食は世界を救う、うん、なるほどっていう、その飲食店の魅力をも一緒に発信できれば、まあ、これはこれでね、いいですよね、僕たちの、ね、使命ですから。マーケティングのトップとしてはやっていただかないと、なるほど、あの恥ずかしいとか、うん、得意じゃないとか、うん、そういうこと言ってられないんですよ。こんな今世界的なこのコロナの大問題を抱えた中で僕たちはガハハと笑うかどうか、そうですね、やっぱりマーケティングにかかってるんです。そうか、よしよくしゃべるのか、わかりました。ちょっとやりますよ、それ。森谷さんが言うならね。そうですね。言うならね、とか。でも、世の中はやっぱりこう、プッシュされてやってみて、うん、トンと、いいかもしれないね。みんな万歳、うん。それで、みんなケツを押し合って、うん、吉六は僕のケツを叩き、うん、吉六のケツは僕の叩く。そういう形でね、やっぱり最後はシュッシュッとね、消毒もしないけどね、いけないね、最近流行りのね、消毒だけどね、まあ話題はコロナだからね、そうね、そういうのを踏まえて、この状況の時に何をすべきか、もう趣味じゃダメなんだよと。なるほど、払うとくれ。今日はもうちょっと一言言いたいと、すごい思って、もうムカムカ来てた中で。やってもらえて困ると。わかります。うちらはどうやって飯食ってくるんだと。はい。
しっかりやってもらえるほら。なるほど。笑ってる場合じゃない。じゃあ、ガンと行き切る。わかります。遠慮してちゃダメ。なるほど。そういうことじゃあ、やりますよ。やりましょう。はい。